つけた健康ミョウコ。市はいつまでも元気で生き生きとした市民生活と活気あふれる町、総合健康都市ミョウコの実現を目指し、ミョウコ市元気生き生き健康条例を制定しました。今回はその健康条例についてご紹介します。ミョウコ市民の約 25% が加入している国民健康保険では毎年健康審査を行っています。健康審査受診率は約6割と県内の20市での中ではトップですが、まだ4割の人が受けていません。検診を受けた方の結果を見てみると、当対者では保健指導が必要な方が6割以上もおり、高血圧などの有所見者も半数を占めています。また大腸がんや胃がん、脳卒中などによる死亡率は全国平均に比べて高く、さらには国民健康保険の1人当たり医療費は県内20市中4番目に高いという実態があります。これらの実態を踏まえ、人生80年時代から90年時代になろうとする長寿社会では、生涯現役でいつまでも元気で自立した生活を送ることが何よりも重要と考え、ミョウコ市元気生き生き健康条例を制定いたしました。今回の健康条例制定には、市民委員をはじめ各種関係機関の代表や行政が参加した健康づくり推進協議会の中で、さらにはこの協議会の中から選ばれた条例検討委員会で、ミョウコ市の実態に即した内容を何度も検討しました。そこでこの度、条例検討委員を務めていただきました佐藤武さんより、健康条例制定についての感想をお聞きしました。もう長年、ね、ミョウコ市の健康づくりに対しての、まあ、念願でもあったかと思われます。まあ、県の意見は非常に画期的な、いい、みんなの意見もそうだけど、いい取り組みができたと思っています。ただ問題はこれからどうやって我々、私たちが決めたことを実行していくかですね。まず町内市民ですね、市民、それから、企業、それで行政、これが3つがスクラムを組んで、ガチッとこれからの計画を組んで推進していかなきゃいけないと。健康条例では、自分の健康は自分で守り作ることを自覚し、一人一人が主体的に健康づくりに取り組むこと、そして市民、地域コミュニティ、事業者および市はそれぞれの責務と役割を踏まえ、互いに連携し協働して健康づくりを推進することを基本理念にしています。健康条例に基づいた具体的な健康づくり施策については、昨年市民の皆さんと一緒に協議を行い策定した第2次健やかライフプラン21に基づいて、さまざまな健康づくり事業を実施していきます。皆さんも一緒に健康づくりをしていきましょう。次回は健康条例に基づく具体的な健康づくり施策を盛り込んだ健康増進計画第2次健やかライフプラン21をご紹介します。